セーフラオトムチャンネル。働くタスク。ランズベリーアーサーの。俺にかま、先に行け。はい。はい、始めました。<laughs> あれかま、大企画2回。<laughs> 2> <laughs> <laughs> ここれれ <laughs> いや何これマジで、えー、今回タイトルコールの振付何これだように振り付けを送ってくれたのは平仮さんから頂きました何何えちなみに説明しますと「<ー>えー、畑中たスクで畑中さんがお寿司を握るジェスチャーそうだ、ね、ランズベリアさんので「でランズベリアさん紅茶を入れるジェスチャー」ーで「俺に構わず先に行け」で犬っぽいポーズそうだね犬,っぽい犬うちらの犬っぽいだはこれねそうそう。<laughs> はい、まあ、そんな感じだったんですけど、理由がちゃんとあるみたいです。この全部、やってほしい本、全盛りみたいな感じになってるけど、ちゃんと理由があるみたいで。何、何、どういう理由。ええ、今回の更新、あの、更新日が十一月一日なんですけども。それがあの、寿司の日、新米が美味しい季節だからっていうと。はい。紅茶の日、日本人が初めて紅茶を飲んだ日。あ、そんなの。らしいね。で、そして、犬の日、一一一ワンワンワンの語呂合わせだそうで。それにちなんで考えたそうです。ああ、なるほどね。で、この日に、あの。 月日にあるイベント全部詰め込んだすごいそうごめんなあんま何一つとしてその11月のその曜日を俺認識してなかったからさ全然ピンとこなかったすごいことにさ結構マッチしてるよね言うて私紅茶好きだしそうだね助くもねよくするし食べたこ一番好きそうそうそう犬だけちょっとなんか難しかったけどどっちも犬派ではなさそうな感じだし犬派であるよあ犬派なの勝ったらしねあそうなのまあどっち派って言われたらどっちも好きだけどああ えーそうなんだ俺あのなんだっけほらなんかなんか犬派か猫派でなんかちょっとやっぱ自分の性格が分かれるというかなんかなんか,なんかの心理テストで1人どう接してほしいのかが分かるみたいな。犬派なんだねだワンワン来てほしいんでしょ 犬派っていうかまあ犬が家にいたからって感じだね。あそういうことか。自分でその買おうと思って飼ったんじゃなくて犬家にいたからみたいな。あそうなんだ。あまあだからそういう意味で俺もゴリゴリ猫派だからさ。あそうなんだ。全然わかんない。犬飼ってなかったっけ？あ猫飼ってねえよ。猫だ。あいつは猫だ。クータは猫だ。そうだクータ猫だ。まだ生きてますね。はい。ちなみにねあの焼酎の日青森の日でもあるそうですって。な何？焼酎の日青森の日。ああ。でもお酒の 日でもあるみたいだ、ね、分かんねえな焼酎焼酎の,の飲み方というかなんというかうんなんかいろんな日かぶってんのねこんなに11月すごい多いね,ね、まあ、食欲の秋っていうしね、うん、そう食べ物系やっぱ多いですねいやでもちょっと何一つ何一つ知らなかった青森の日もピンと来てなかったから知らないことが多いわ紅茶の日の,その初めて紅茶を飲んだ日とか何さんなのか気になるよねていうか分かんのか <laughs> そう日本人が初めて紅茶を飲んだ日っていうのがさもうざっくりすぎてて<ー>ん <laughs> えそんななんかすごいなんかあれなのかな,なんかなんか宮廷の祭りみたいな感じ 何から。か紅茶飲みます。なんでその時の一番国の偉い人がとかさこの時の人が飲んだとかだったらわかるけど日本人が飲んだ日っていうのがすごいふわっとしてるっていうか誰が飲んだいや、誰のこれ気になりますねちょっと気になるねはいということでまあ第92回始まりましたえ11月1日もう11月入っちゃったけどそうだあと2か月2か月もないぐらいだねほとんど確定申告 いやそうだよ確定申告も難しい。や確定申告もそうだしよね。確定申告もう俺の中ではもうこれだわもう。これ大変だよね領収書の整理とか本当に。もうなんかかなんかさもう自分のさ財布の中にさこうぐちゃぐちゃに入れたさその領収書さわざわざこう伸ばさなきゃいけないその作業がもうやだももう嫌いもう。そうねただ長けがする。長い領収書とか大きいやさを折っちゃうからね。折っちゃうからね。いちいちこう 起こさなくちゃいけないからね。まあ病院の領収書とか特にでかいからね。でもでもなんか別のところに入れといたら病院の領収書だけ別になるんですよ。うん、だから財布のところにあの細いところに全部入れるんでぐちゃぐちゃにな出てきたとに,に。確かに領収書ぐちゃぐちゃだね。ぐちゃぐちゃだろ <laughs> うん？えそんな綺麗に入れてるんだって。まあ財布には長財布だからスッとまっすぐ入るよ。 俺だって別にお前どんだけ長いのこんだけ長いのいだからほらなんかさ寿司とかさなんか焼肉とか食いに行った時のなんか領収書というかさなんていうかさ、うん、明細なしのにしてもらえばいいじゃん金額だけややつでもさ明細なしするとさ手書きのやつ来るじゃん手書きのやつ来たらさこんなでっかい領収書じゃんもうこんな絶対折りたたまなきゃいけないじゃん <laughs> 折り紙じゃんまあまあ手,紙や手書きはそうだな半,半分にはおるかな手書きは。 あ 2>, 2つ割りかな半分にして半分にしてこう寝かせればそうでしょそうでしょでももうそれを開けなきゃいけないんでで他の領収書が上に重なってくるからそうすると、うん、あの奥の方でになってぐちゃぐちゃになっていくんで、うん、領収そんなに言うことある領収書で <laughs> 要そんな話な話せる領収書でいやもう嫌なんだよ確定申告のあの領収書をこ,うこまめにやればいいんだよこまめに。 それぐちゃぐちゃになってしまう前にきついきつい出してちゃんと振り分けをしていけば苦しくなく済むからああそうなんだまあこれ多分ねこかあの個人事業人じゃないと全然分かんないから皆さんね分かんないもうみんな会社員とか会社勤務の方とかはそうだよね領収書を集めるっていう概念がやっぱないからもともと確かにねうん領収書でも難しいよね特にコロナ来てからとかはさあのそもそも領収書をもらう機会がほんと減ったからそうなんだよ、うんうん コ,コンビニの領収書ばっかたまってるもんだからうちああわかるわかるうんあとでもコンビニの時のさものすごい速度感で回,回ってんじゃん領収書くださいって言った時のあのちょっと時間が鈍る感じちょ,っとちょっとね分かるあれ嘘そう申し訳ないだからもう,そうすごいスムーズに領収書もらえてん、うんうん、でもやっぱりさハンコ出すところから始めなきゃいけないじゃんていさん。少々お待ちくださいあでもねそれねコンビニによるかもうちのコンビニのね うちのコンビニの店員さんはね、すごいやっぱ優秀なのか。どんな感じなの。もう、あの、ちゃんとハンコはずっとそばにいてあって。<ー>私の顔を見るだけで、言わないでも、ね、よし、出してくれる。すげえ。ーパ,ンパンって。<laughs> 顔パス領収書。ね、行き過ぎて、領収書頼んでるから。なんか、もう。言う前から、なんとなく準備してくれる。すごい。え、もう、じゃ、もう、こうで、レジ打ちながら、もう、もう、ハンコ、ハンコはこうなんだ。あと、ハンコね、やっぱり、ね、そこ忙しいコンビニだから、そもそも。うん、なんか、コンビ、あの、ハンコもだから。 棚とかにに出しまず出てああるんだよねあーいいねいいねだから領収書ださいって言う前にもうなんかすぐに「あいあいあい,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 い」みたいな感じですげえ <laughs> いいな息取れてんな朝とコンビニの息が取れてるなさと弁当を温める時とかもコーヒー買ってもあの弁当を温めとかお願いしてる時に<ー>弁当温めてる間にコーヒーを先に 入れてくれみたいなとかそういうのもなんかお互いもう効率化されてるからすごいなあっためお願いします」ったらもうコーヒー持ってそのままコーヒーのとこ行って「うわーコーヒー入れてる間に全部やることやってくれてすごい!」お互い作業終わったら合流して「はい」軽く店員の気持ち多分ちょっとあいいねでもみんなやっぱ顔顔がお互いわかるしね 求めてるものがわかるから長くたくさん買うって大事だねそうだね継続やっぱ大事だよ本当にじゃあ俺もめげずに領収書って言ってくわな一回水とかさ100円の時とかちょっとめげちゃうからさちょっと領収書ださいわそれはそれはちょっとめげた方がいいかもしれない100円の水で領収書はちょっと嫌な顔されそうかマジかでもやっぱ一応ね仕事で使ってますからねまあ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 逆にその領収成率の大変なのも100円かみたいな感じであらねお前もんかこうやってぐちゃぐちゃになってこうやってどの領収書で100円か いらんわみたいなね100円の領収書も全然わかんないでしょごめんね何も多分何もピンとこないで,でもこんなに領収書でたまってんだ俺と思った今おすいませんでした、ね、頑張っていきましょうはいでは2も来てるんで紹介していきます,す、ね、紹介していこうすずろう丸さんから頂きましたありがとうございますありがとうございます、えー、前回の放送で11月1日はポッキーの日と話していましたが、うんえー、11月11日じゃないでしょうか1111 11、ねえー、ーーなね 11月、えー、11日の11時11分にポッキーで叫ぼうぜと号令を出し <laughs> 授業中でしたが時間になると急にクラス店が両手に一本ずつ鉛筆を持ってポッキーと叫んで先生に怒られたことがあるので間違いない,いで怒られるマジで。怒られる本当に、えー、確かこの年は2011年で一がたくさん並ぶ日だったので CM エラーニュースされて結構話題になった気がしますなるほど、ね、ちなみに二人はクラスでバカなことしたなという思い出はありますかってバカなこと いっぱいあるね俺は。あるけどパッと出てこないな俺なんだろうな俺なんだろうな俺はもうねいっぱいバカなことしてたと思う小学校の時とか特に俺やばかったと、うん、ばかったね俺まあかちょっとここで話せるレベルなのかでやばかったと思うまあやんちゃだろうねタスク。なんか,元気だからえこれ言わなかったっけ 食べた話じゃなくて食べてないです鉛筆食べたって話はゃないんあ鉛筆はかじってない確かに鉛筆のここをかじって友達の隣の女子から借りた鉛筆をかじってそうそうそう人の鉛筆かじって食べて泣かれた泣かれたそうそうそうこうそうそうそうこうそ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 で、そうすうそ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 うあうそ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 う このさ足の部分のさこの両足の部分のここがさ棒あるやつあるじゃんあるわかるつながっててさ棒あるやつそうそうそうであそこをさこうやって持って足をあ俺一番後ろの席だったから足を後ろに伸ばすとんかパラグライダーに乗ってる気持ちになれるのそっから俺パラグライダーごっこが始まっちゃってうんまあ今もイメージは湧いてる今そうそれで もう授業丸々潰して先生にむちゃむちゃ怒られたことあるわ授業中にパラグライダーと出てたの人の椅子んで人の椅子じゃない自分の椅子自分の椅子のこうやってバーン飛んでるでしょそう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 でこうやってううそ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  いや注意されてもやめなかったんじゃない先生が見つ,から見つけなかったのそうそう一番後ろの席だからああそ,そう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 ,そう休みかなぐらいだったのねあそこ椅子いないけど誰も欠席かなぐらいな見えないかなっていう、うん、そしたらそうパラグライドなんかうう隣の女子が「<laughs> 先生働かが起きません!」みたいな感じになって <laughs>、うん、そうパラグライドがここバレた。 もんかわいいもんかこれ全然ん,なもんは可愛いもんかこれ全然可愛いもんと思うよ、うん、本当に。うに、ん、だってたつ一人がやってるわけだしそうあとカーテンにくるまってあのずっと授業中バレないようにカーテンにずっとくるまり続けるに <laughs> 何で全部授業中なのカーテンに車ったけ授業中はやんなかったなもうなんか動きたくてしょうがなくなっちゃったよねうんやるうねいやちょっといい <laughs> あれだったかもしれないけど懐かしいないろいろんかあったけどあんまり思い出せないな<ー>思い出せないなんか悪いこと知らさそうだなん,かいやなんかでもなんかなんかね先生に結構ね注意されがちな子だったんだよね 注意されてその先生も先生ですぐになんかもう「帰れ!」みたいなこと言うタイプだったから「うん、あ分かりました」って言って帰って <laughs> 帰ったんだいや違うと思う多分なんかもうちょっとそれでもなんかこうね食らいついてくるなんか根性の根性の何か,かそういうのとかあったんだろうけど「帰れ」って言われたから「帰れ」って言われたかみたいなじゃ 帰りますってなって荷物持って帰ったら家に電話来たなんかちゃんと怒られた。いやそれ怒られるのなんだって言われてなんでも何も帰れって言ったからみたいな。確かにね俺も帰るタイプだったよでも。変わりとねだからね言われたことを素直に受けてるっていうかちょっとね甘の弱なところあったかも。いや来いってやるじゃよ。そう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 。今もっとなんかおも若いね若いよ懐かしいね本当に。次いきますナチョスさんからいただきましたありがとうございます。前々回の放送で周りで流行っているものを知りたいとのことでしたのでメール送りました。 え私はアーサーさんとタスク君と同い年なんですけどもあんまり流行りに詳しくないので仲のいい20代前半の会社の後輩に聞いたところと、えー ンンカロロとクロッフルが流行ってますよ何それ全然わかんないと思いつつその2つを調べたところどちらも韓国発祥のスイーツでトゥンカロンは太っているマカロンえー、クロッフルはクロワッサンとワッフルを掛け合わせた新しいデザートとのことでしたえー、えー、あうまそうトゥンカロンどちらもとてもおいしそうですってなるほどねこれが若い子たちの間で流行ってるのかと思いながらも私はこのメールを仕事のお昼休み定食屋さんでカスソンを食べながら書いてます <laughs> いいね同じタイプだわいいね,いいねトゥンカロンほらトゥンカロン今見つけましたよ<れ>トゥンカロンこちらですはいかわいいあそういう感じなんだはいかわいいねなんかあれだねなんかなんとかサンドみたいなさそうだねあのクリームサンドとかなんかそれはじゃあ何サンドみたいなクッキーサンドか気づいちゃったんだけどさ、うん、ほぼマリトッツォじゃねまあ結局つまるととこころほぼママリトッツだよねこんなもうでも<ぼ>、ま、マカロンってことは あの生クリームじゃない,じゃない生クリームじゃねこれ挟まってんの、まあ、クリーム系のもあるしクリーム系じゃないのもあるのか生クリームだとやっぱちゃただ生地が違うだけの,あのマリトッツォになっちゃうからうかマカロンだったらマカロンクリーム入ってるんじゃない<ー>中にあとなんだっけチュンカロンともう一個、えー、クロッフルクロワッサンとワッフルの合体してクロッフルクロッフルーこれか、うん、クロッフルーうまそうど<れ>でかっクロッフルーほらあーうまそうだねでかいぞう,うわうまそうクロッフルいいじゃん

お二人は最近身近な人に驚かされたことはありますかえ？え私は地元にいる母からの LINE で驚かされました何,何母とは共通の趣味も多く周りから仲がいいと言われることが多い関係性ですうん一人の母が心配ということもあり定期的に電話をかけて様子を伺っているんですけどもそのまま4,5時間も長電話してしまうことが度々ありますううそんな母からある日一通の LINE が来ましたうん。それは <laughs> 俺かもの会員になったでした <laughs> え <laughs> えー、それを見たのが朝起きてすぐだったんですけども、ついえっと大きな声を出してしまいました。そうだな。いやそうだよね。電話をした際に、俺かまの話を母にしたことはありましたが、まさかリスナーになるとはまずびえま、ー、ずびっくりしました。<laughs> なんで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 、えー。同じラジオを聞いてるという嬉しさももちろんありますが、いくつになっても新しいものをどんどん吸収して楽しむ母の姿が見えて、えー、私もそういう年の取り方をしたいと感じましたって。母 <laughs> すげえ すごいねいやなぜ,なぜでもなぜってことは五木さんはあのこのお便り送ってるお名前もご本、まあ、人隠してるか分かんないけどお母さんにこれできてバレてしまうってことだよねそうだなこのエピソード聞いて「うん、洋裁さんちの五木ってもしかしてうちの花子かしら」みたいな「<そう> <laughs> 洋裁さん」って私のことみたいなでそういうふうに <laughs> 私のことなの洋裁さんちってお母さんそう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 お母さんねうん ここで気づく可能性もあま、ね、もうもしかしたら本人が先に言ってるかもしれないけどす,すごいなお母う嬉しいありがたいよありがとうございます本当に、ね、なんで <laughs> <laughs> なんでいや嬉しいねでもそれはね,ねちなみに PS で、うん、畑中さんと同い年の妹に絶賛俺マも不況中ですってあ 妹はもう見てくれないんだね妹はちょっとかたくななところがあるんだねまあ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 でももしかしたらだからハマってくれるかもしれないからハマってほしいなハマってほしいなそうねハマったらコアだよ同い年だからね同い年から見てほしいですねぜひ見てほしいですはいということで皆さんありがとうございましたありがとうございますでは最初のコーナーいきましょうこちらイエイイエイ これねおまけ放送で詰めてるコーナーなんですけど今日本放送に出張ということで前回とかの時かなった時にキュンキュンするエピソードもいいけどクズオエピソードもありだよみたいなあそうだね確かに新しく募集したね確かしたじゃんしたした結果来たんでクズオクズも来たみたいだからまあキュンキュンもそうだしクズも紹介していければと思いますココにし 言葉汚れ僕ボコにしてやる <laughs> ボケは言葉汚れすぎる <laughs> えー、つながってるんですねこれは一通じゃなくて <laughs> 何枚ももうあったから <laughs> いいねみんな溜まってるね,ねええー、じゃあ行きたいと思いますひ,ひかるさんからいただきましたありがとうございます 最近気になる人ができたんですけども、うん、あまりにも久しぶりにこういう感情を抱いたものでどうしようもなくうわーという感じで爆発しそうなので聞いてください。どどどうううしししたたた今の会社に転職をしてちょうど1年になるんですけども主に外に出て仕事をする職業なので、はい、あまり社内の人と関わることがありませんでした、うん、ですが今請け負っている案件をお手伝いしていただく形で社員の方が数人来てくださっていて気になる人というのがその中にいらっしゃる先輩です。うん、<laughs> 彼は ただ仕事の一環で私に話しかけてくれているだけだとは思いますけども私一人でテンパりまくりながら現場を走り回ってる時になんとなくそばにいてくださいような安心感があってそこからだんだんと気になるようになってきました仕事中に何度かお話しするうちにちょっとずつ会話する機会も増えてプライベートな話もできるようになりました、えー、休みの日はアニメを見たりすると教えてくれたので私がウルトラマン Z をおすすめしてみたところキュ え早速ウルトラマン見ましたよって言ってくれてすごく嬉しかったですえええ、えー、最近はあちらから話しかけてくれることがものすごく増えたり気づいたら隣に立ってで距離も近くなった気がするし日に日に彼の可愛いところが見えたりとてもおしゃれさんなのにふんわり漂ってくる柔軟剤の香りで胸がキュンキュンしますめっちゃいいじゃん <laughs> すごい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 ,すごい、えー、ただただとある理由により、えー、彼を好きになって、えー、なっていくのがとても苦しいんです 私はタスクさんと、えー、アーサーさんんとアーーサお二人と同い年なんですけども、えー、私から見て彼は若々しく見えていたので、えー、312歳くらいかなと思っていたんですけどもいやもうおじさんで40歳手前ですよとのことで年齢を聞いた時点で察してはいたんですけども、えー、やはりご結婚していらっしゃるそうです <laughs>、えー、彼らのことを思うなら、えー、芽生え始めてしまったこの気持ちが花開く前に、えー、積んでしまわなきゃいけないなと思います。 吐き出す場もなかったのでこの場をお借りしましたえー、このメール読んでくれてありがとうございますっていや説ねー無理だもうどうしようもないうわー切ないねーああもう一瞬で現実に引き戻された今切ないねーなんかだってね順調にそのお互いの仲を育んでる感じがあったからなんか意味もなくイヤホン取っちゃったもんね <laughs> <laughs> ダメだいやこれは切ないなしょうがないって言えばしょうがないけど優しいのよ、まあ、そういう人は優しいのそうあとなんかそういう人とかってやっぱ若々しく見えるじゃん優しさとかさエネルギーがあるからフレッシュに見えるからちょうどだからね312歳ぐらいに見えてたけど実は40ぐらいっていうのであぶねーあぶねあぶねますごくだからポジティブに言えば<ー>本当に恋心が芽生えちゃって あの告白とかする前に知れてよかったっていうのはあるかもしれないですねもうねダメよその先には何もないのよまあそうねもしもそれが仮に成就したとしてもね <laughs> 何もないから成就したとしても何もないからあぶレてもウルトラマンを見てくれたりさ本当にめちゃめちゃいい人じゃんめちゃめちゃいい人だよウルトラマンを見てくれるんなんでそういうやつは何な,な,なんだなんでいい人なんだ お前は <laughs> <laughs> そうなんかもっとなんかね本当にねもう,もう心底を嫌いとかなんか加齢臭もしてさうわーみたいな感じだったらさ「あ結婚はいどうぞどうぞはい」みたいな感じになるんだけどさん,なんでそういうやつはそういう感じなのまあでも結婚してるからこその心の余裕かもしれない。あ何も考えてない,からい,みたいな年齢観と結婚してるからこその余裕でどの人にも優しくっていうか,かなんかその。 仲い,い子にには普通に友達とと接するることができるとか確かになんか男女を気にしてるとさやっぱり距離とか詰められないからねだからもうそこに何も分け隔てなくなっちゃったら、うんうん、確かに距離も近くなりそれを勘違いしちゃったりするのが難しいねだからどっちも悪くない誰も悪くないもん。<laughs> いや、素敵な話な。<や>でも、ね、説明。すごいね、なんか。いいね、最初からライフポイント削られた感じがあったわ、なんか。<laughs> ね、いいわ、これ。まあ、でも、キュンキュンエピソード、これ、まずキキ。キュンキュンしたい、すごいキュンキュンした途中まで。素敵なエピソードです。<ー>いや、でも、ひさんだから、いい人。ね、次の日、見つけたらしいですね。そうですね。確かに、もう絶対に。 諦めるしかないからね。それはね。はい、そして次いきます。ええー。ほたなかさん、あさん、こんばんは。どうも、平仮名さんからいただきました。ありがとうございます。<い>クズオエピソードというよりは、えー、残念な恋愛エピソードに近いですけども、供養をしていただきたいのでメールしました。いや、供養しよう。あ、もう。ね、供養できるもんね。おまけ、ね、できるもん。いつでもできるよ。うんうん、いつでもできるから。ええー、彼は私が常連として通っていたお店の店員さんで、年は二つ下でした。うん、すごく細やかな素敵なサービスをする人だなという第一印象で。話すようになってから、同業者のことや、えー、夢に共通するものがあったこともあって。 あっという間にプライベートでもやり取りをしたり遊んだりする仲になりましたあすごいね店員さんとなんかちょっといしい、ね、<laughs> 一緒にいるとすごく楽しかったし告白に近いことを言われたり言動の端々から「あっ好いてくれてるんだな」みたいに思うこともたくさんあり私はすっかり彼のことを好きになっていましたしい、ね、そんなふうにしばらく過ごしたある日突然彼から「まだ誰にも話してないんだけど諦めかけていた夢を叶えられるかもしれない」と打ち明けられましたそれと同時に言われた「 一番応援してくれたひらがなさんには「一番にいたかったしこれからもずっとそばで見ててほしい」という言葉も嬉しくてこれからもずっと一緒にいられたらいいなと思っていたんですけどもその数日後彼と彼の同僚の女の子私と私の友人というメンバーで飲みに行くことになりました、はあ、みんなで他愛のない話をして盛り上がるそんな中かなりいい具合に酔っ払った同僚さんが彼を刺しながら突然の一言「ほんと信じられますこいつ こときっすよことき大社なあマジムカつくやばいという顔をする彼になんとか冷静を取り繕いながら「えそうなのどういうこと?」って聞いてみると「ごめんちゃんと言おうと思ってたんだから」<laughs> と実は同棲してる彼女がいて結婚を決めたと同時にお子さんができたことも分かって、えー、急遽退職し地方の彼の実家に帰ることになったとのこと。えー えー、同意を隠しながら笑顔で「そうなんだおめでとう」と言いつつ「そっか今まで私が感じてたことは全部勘違いだったのか」とか「でもじゃああの夢の話は何だったんだろう全部嘘だったのかな」とか「めちゃくちゃ頭がぐるぐるしてたこと以外は何も覚えてないです」えー、その後顔色を伺かがうように来る連絡は適当にあしらいつつ「でも退職する日は絶対に来てほしい」といろんな人手に伝えられていたので「好きだった人」っていうのは一旦置いといて「 お世話になったお店の人に会いに行くつもりで友人と足を運ぶことにしましたオリジナルのカクテルを作らせてほしいという彼が私に作ったのはハート型のチョコレートを浮かべた可愛らしいオレンジかかったピンク色のカクテルですか。<laughs> ハートですかこれはどういう意味なんですかね一発殴らせてくれやと思いつつ、えー、しかし私好みのドストライクの味だったことも相まって腹が立ちながらも何だか悔しくて仕方なかったです、えー、彼はえ地方の実家に戻りしばらくはたまに来ていた連絡もいつの間にか途絶ええー、私はなんとなく本気で人を好きになることができなくなって今にかるという感じです、えー、私がひどい勘違いを習ったということはさておきあの夢の話は何だったのかだけでも聞けばよかったなとたまに思い出してはずっともやもやしています やばいね殴らせろ。やばいねいや<ー>なん一発分殴らせろ。やばいじゃ最初の方からさ最初の方からずっとウうノうっトじゃん実はそうだねちょっとお前だからダメじゃんセリフやっぱちゃんと読む方はちょっとそうねやっぱあのー、あのそっ 事前に言われダメだね台本はそうだねちょっとね <laughs> ちゃんやっぱメールとかもね最初からク芝,芝居感がやっぱちょっとねそいつはもう最初から出会った時から骨の髄までクズですでも最初からクズをしたら <laughs> 最初からさウザオだったらもうあのバレちゃうからうん、うん、まあ今のは今でやっぱ芝居良かったのかもねまあまあそうかそうか, <laughs> か<に>もしかしたらね <laughs> お前なんで自分の芝居のディレクションやってんだよ <laughs> <laughs> いやすごいねやっぱクズいるねやっぱりねすごい、ね、だってさなんかずっと 一番応援してくれたお前には一番にたかったし、これからもずっとそばで見ててほしいとかさ言ってんだよ。もう結婚して子供もいるのに。いや信じられないよ。どうすればいい。信じられない。何が起きたなんて感じだよね。もうえどっち妻が見たらすごいことになるよ。妻もいやそれそれはそうだよ、ね何。何これ何これねってなるよ。だいやなるよ絶対。 奥様っなんかなんかなんかだったのみたな。そうもうね。確かに。下回らないぐらいの気分になるよね。そうそうそう。あこの家連でこの腕はもなってさ、えまだ何もなかったんだっかとかなんかそっと間たなんかどっちもどっちじゃん。じゃあなたの家庭どっちもどっちじゃん。奥さんも旦那さんもそうなるよだって意味わかんないもん。いやあ。日向さんだけ取り残されてる本当に。悲しい話。良かったですよだから本当にあの変なクズに捕まらないでそのそのままズルズル行ったらもう本当に不倫みたいな感じになるししかも不倫になったらあなたも悪いみたいな感じになるからね。 的にはだからもうそういうのはもうすぐもういなくなっちゃった方がいいですよもう目の前からでもプライベートで遊んだりとかもしてるわけだからさなんか切ないよ本当にで男はそういうやつばっかりじゃないからそうだねそれは本当にそうマジでちゃんと誠実な人もいるしそ,それはもうこれからでも失敗を重ねて出会っていくしかなくてだからそういう嗅覚を身につけていけばいいですよ、うん そうね、こいつはクズこいつはクズじゃないってなんとなくはなんとなく嗅覚できるようになってくるでしょ難しいななんかそこは本当にいい人だと思ってるのも実はとんでもないやつだったっていうのはあったりするしあーなるほどね、うん、そういう人ほど上手だったりするからねいい人に見える人ほどマジ ああ、どうしよう。でも。でもセンサーは磨いていかないと。やっぱり普通センサーは磨いていかないとだめですね。恋愛の数とかじゃなくて、人にたくさん会うとかね。そうだね。確かにうん。色んな人と交流を深めるとか<ー>で、なんとなく見磨かれるものはあるかもしれないですね。なるいや。でも本当にいや説明。その。 そいつやばいね、そいつがやばい、本当に。まあ、いつあの洞窟の奥に閉じ込めたいわ。一緒に、あいつと一緒に過ごしてほしい、洞窟の奥。あいつと一緒に一ヶ月ぐらい過ごしてほしい。洞窟の奥で。反省するまで洞窟の奥にいてほしい。あ、そうだね、確かにね、もうじめじめしたところで、なんかこけても入っててほしい。ちゃんと自分がやったことを悔いてほしい。本当悔いの、悔いの、マジで悔いの、本当に。はい、ということで、皆さんたくさんありがとうございました。まじか。皆様、じゃ、最後に供をしていきますか。あ、そうだね、ちょっと供をしてほしい。平仮名さんの、そのね、あの、くずを。

皆さんも読んでほしいクズエピソードありましたらこちらでクヨしますのでいくらでも送っていただければと思います。ということでみんなのキュンキュンエピソードでした。いやおもろいねってかおもろかいろんな人生あるな。ちょっとどうしよう止まらねえわキュンキュンエピソードやべえわ。どういう気持ちなんだねその人たちはほんとにその男たちは。っとなんかそうだねでもあれだね全前者の方はマジでいい人後者の方はクズそう。 なんか声のの仕方でもやっぱちょっと全然ちょっと違うね,、うん、うね同じまあ書体持ちの人たちなんだけれども本当人によって個性出るっていうかなんか分かんないよね、うん、なんかなりすましてるわけじゃん後者、ね、の,の方も独身ぶってるっていうかせめて。 せめてただのあこれもダメだけどせめて浮気であってほしいぐらいだねまだ結婚して子供になるならお前それは冷静になれよみたいない冷静になれよどころじゃないですよ<う>あなたど,どうしたみたいな、うん、もうんもう俺は何も言えません <laughs> <laughs> そう、ね、もう俺はもうそこに対して、ね、意味がわからないからうん 本当にタもう気をつけてくれ本当にいろいろ何を言ってんだよ大丈夫だよ本当にもう何もないな知ってるよ大丈夫だよ本当に怖いですね皆さんはいありがとうございまま手が止らないいいはとうことで全てのお便りの先はこちら俺俺それぞれのコーナーまで送ってくださいまあね知ってる周りのさそういう中の人とか結婚してる人たちがなんか正直で私が生きるのを止めると決めてるのであそうだね殺 そいつでも私があの奥さんの代わりにちゃ,んとあのちゃんと全部最後まで処理をするので、ね。<laughs> <laughs> <laughs> その代わりに全て私が肩をつけるのでお前何やなのもう声優でもないじゃん何やのややって友達として責任を持ってね私が供養しなくちゃいけないって,てそうラジオだったらここ,こえいだけど実際の供養本当にえーててね、<laughs> えちょっと。ねそえ抜くんだよねもうねそのうで、ん、しなくちゃいけなくなるからね身近な人は怖いです <laughs>、えー、次回の放送は11月15日ですこの後の会員限放送では他人に理解されませんのコーナーを行いますはいそれででは働かタスクとランズベリアサーでした 俺には先に行け <laughs> <laughs>